有企画とは、世界初の民生用カセット式 VTR の企画。1969年10月29日に、ソニー、松下電気産業、日本ビクター等が発表し、1971年10月10日に、ソニーがユーマチックという商標で発売した。1972年1月には松下が、U、ユービジョン、同年4月に、ビクターが、 UVCR の商標で発売したが、ソニーの製品が有名なことから、他社製品でも、ユーマチックと呼ばれることもある。テープが非常に巨大であったことから、ドカベンカセットなどの通称もあった。それまでの VTR は、オープンリール方式がほとんどだったが、有機核は民生用としての使いやすさを考慮し、19mm テープを使ったカセット方式が採用された。記録は、 ヘリカルスキャン方式で名称はそのローディングの形が U の字に似ていることから付けられたと言われる。通称の渋さんは業務用として放送局に普及する頃に名付けられたもの。民生用として発売され、落語などが収録されたパッケージソフトも発売されたものの、カラーテレビが普及し始めた当時、まだ高価だった VTR が一般家庭に受け入れられることはなく、 ほとんど普及しなかった。一般家庭への VTR の普及は、ソニーのベータマックス企画やビクターの VHS 企画の登場を待つこととなる。ただし、両企画とも画質では、有企画に及ばなかったため、それ以前に、有企画のビデオデッキを購入したマニア層のほか、学校や企業研修施設などの業務ユーザーは、その後も長く有企画のビデオデッキを使い続けることとなった。 ポータブルマッっが登場してからは、放送業務用途として、従来のフィルム取材に代わり小型化されたビデオカメラとともに用いられ、電子ニュース取材方式の普及に大きく寄与した。当初、日本国内においては、その大きさと画質の点からフィルム取材が続けられたが、アメリカにおいて、従来イベントや事件、事故の際に、フィルムと違い現像がいらず、すぐに喪失できる。 速報性が認められ、さらに、ポータブルタイプの3、4インチ S が開発されて、バッテリー駆動のポータブルビデオと、軽量庫が高されたカラーカメラも開発されたため、1974年頃から CBS、NBC などの大量採用があって、急速に普及し、日本国内でもこの方式が普及することとなった。またソニーでは、さらなる高画質化のため、 ハイバンド化したユーマチック SP も開発、発売した。ただし三、4インチテープを使用するためにどうしてもカセットが大きくなり、カムコーダーの実現が不可能のため、1980年代に入ると一、1、2インチテープを使った放送用の後継フォーマットの開発が行われた。1981年には、松下電機から VHS をもとに M 規格が 翌1982年にはソニーからベータマックスをもとにベータカムが発売され、放送用、業務用の現場において徐々に後退していった。2000年6月に有企画の VTR の生産が終了し、企画制定から数えて31年の歴史に幕を下ろした。1980年代に音声をデジタル化して映像信号として記録することができる。 PCM プロセッサーが登場。プロの音楽制作においては、CD-R の信頼性が高まるまでの間、プレス工場へ搬入する、マスターメディアのデファクトスタンダードとして用いられることとなった。とりわけ、ソニーミュージックエンタテインメントでは2001年前半まで、盛んに使用され、同社一外アスタジオには、アーカイブス再生用途に再生機材を配置している。 井口恵造のサウンドブログ2009年1月17日、レコーディングディレクターの個人ブログ記事ヒットランブーちゃん教えて、994、ソニーミュージックアーティストのマスタリングエンジニアの回答、ソニーミュージックスタジオアーカイブ、ありがとうございます。